はい、こんにちは。野遊び散歩です。キャベツの芯を植えといたらですね、こんな花が咲きますね。今回のお品書きはこんな感じですね。はい、これはですね、オシダというシダの仲間ですね。こんな風に綺麗に葉っぱが並んでるんですね。やっぱりですね、林の中でも上手に光を受けるためだと思われます。岩から水滴が落ちてますね。大海の一滴という言い回しがありますけど、大きな中のあまりに小さい一部の例えとなりますね。まあでもですね、山ではこの小さな一滴が尊い気もしてくるんですよ。いつきさんの本が人気になってるそうです。さて、カエルを探してみます。はい、ここになんか落ちてますね。これは鳥の羽ですね。オレンジ色してますよね。これはオスの山鳥の羽だと思います。メスはですね、普通のうずらみたいな模様ですね。はい、カエルが鳴いてますね。ミャーとか言って、なんか猫みたいですよね。声もいろいろですね。はい、そしてついにですね、見つけるんですね。カエルではないんですけど、見つけました。はい、卵ですね。これですね。はい、これでですね、塊がだいたい5、6センチはあるかな。はい、こうやって他にもありますね。一つ一つがですね、大きいんですよ、粒がですね。これは穴の中を覗いてみたんですが、どうでしょうか。穴の中から声が聞こえるんですよね。こうやって覗いてみるんですが、映ってないですね、カエルは。残念。これはスミレですね。よくあるスミレで、立ちつぼスミレだと思いますね。スミレはいろいろあるんで見分けにくいんですが、葉先が丸いかどうかとか、葉っぱがまとまって出てるかどうかというのを気をつけておくといいですね。今回は下側になりますね。これは土砂崩れした後ですね。こうやってもう溝が埋まってますよね。上の方はどうなってるかというと、こんな感じです。ここから落ちてこんな風になってるんですね。もうだから溝はですね、あまり機能しないですよね。それでもですね、こうやって埋まることによってですね、まあ、水が溜まったり土が溜まったりして生物が住むような場所になるっていうのもあるんですね。はい、これはウバユリですね。こうやってほら、砂がですね、穴が開いてるんですよ。多分なんか生き物が入ってるんですね。紫の小さな花が見えてきました。今回は見送りますけど、ケマンという種類なんで、ケマンやエンゴサクっていう名前で調べてみると出てきますね。これなんか見つけたんですね。はい、
アケビの花です。ほら奥につぼみがありますね。でこの右側のこれは雄花なんですよ、白っぽいやつね。こうやってですね、つぼみはですね、雌花は梅干しみたいですね。こんな感じで、そして奥の方、これ雌花見てください。雌しべが6個ぐらいありますよね。これが育ってアケビになるらしいんですよ。すごいですよね。本格的なウォーカーですね。私はですね、ゆるい散歩ですんで、椅子を持ってきて座ってですね、ちょっとパンを食べようと思います。今日はですね、山崎のベーグルパンですね。ベーグルはですね、もともとは東ヨーロッパ方面のユダヤの人たちのパンですよね。なんか地味なイメージだったんですが、サーモンとか野菜とか挟んだりして、今ではもうすっかりスタイリッシュなファストフードって感じですよね。日本にもそういう専門店ができてますよね。山崎のパンはですね、軽い感じで、本格的なものとは違いますけど、一応まあベーグルということでムチッとして、まあ普通に美味しいですね。時々買ってますね。さてこれですね、前回紹介したフキノトウありましたよね。あれがですね、雌花が種ができるとこんな感じになるんですよ。タンポポみたいですよね。ほらすごいでしょ、これで風で飛んでいくんですね。あのカエルの卵はですね、ヒキガエルだったら透明のチューブの中に小さい粒々が入ったような、よく見るカエルの卵の形してるんですよ。でもあれはですね、なんか一つ一つ分かれてるような感じで、中に大きな白い粒が入ってますよね。そしてあれこそがタゴガエルの卵の特徴らしいんですね。ですからね、あの鳴いてるカエルもやっぱりタゴガエルの可能性がかなり高いということになります。はい、そしてですね、6分後食べ終わりました。ごちそうさまでした。はい、ではですね、ここはどんなところかというと、こうやって岩があって水が染み出しててですね、そしてその下に溝があると、そして溝が埋まってて、はい、これさっきの卵ですよね。こんなところにあるわけです。でまあこのいろいろこう枝とか入って詰まってますよね。でもそんな中のですね、こういう小さな水たまりのようなところに卵を産んで繁殖してると思われますね。すごいですよね。まあ結構脆弱なですね、なんかちょっとした環境の変化で大きく変わるようなところなんですけど、これはチゴユリと言いますね。なんかですね、九州の方ではちょっと減ってるらしいんですけど、全国的に見られる花ですね。まああの山野草が好きな人は庭に植えて楽しむ人もいるそうです。これはですね、ヤブデマリの花、つぼみですね。これはまたの機会にします。それではどうもありがとうございました。